美味しくするために熟成させるんじゃないんですよ。イコール熟成したものイコール美味しいって思ってほしくない。こんにちは、今出屋すみだの井口です。本日は千葉の本店の2階にある今出屋エイジングラボラトリーの紹介をディークライブでおなじみの栗田さんにお願いしようと思います。それではここは1階なので早速2階に上がってみましょう。駐車場側をぐるっと回っていただくとこちらですね。このエイジングラボのロゴになってまして、エイジングラボラトリーで寝かせたお酒もすべてこのマーク付きでパッケージされて売られてます。こう入るとひんやりしてるんですけど、このまま2階に上がります。おはようございます。おはようございます。お待ちしておりました。こちらが本日ご案内していただくユークライブでおなじみの栗田さんです。よろしくお願いします。栗田です。お願いします。ようこそ。井口さん、ここ来るの初めてですか？初めて。初めて、ね、初めて入りました。ここは、まあ、2023年4月1日にオープンして、まあ、日本酒の熟成、あとは日本ワインの熟成を、まあ、要はその可能性を求めてというところで作りました。で、合計約2万本が熟成できます。で、まあ、もともとこの熟成庫を作った経緯ですけど、もともと日本酒って、まあ、720ミリで1500円とか、まあ、安いのだと1000円だし、まあ、最近だとまあ2000円、2500円、高いのだと720ミリ1万円と出てきてますけど、そのお酒の価値ってじゃあ、何かって言われたら、まあ、一種精米具合とか、まあ、あと倉本さんの価値とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その中で唯一、まあ、熟成におけるお酒の価値かっていうのが、まあ、日本酒に関しては結構欠如してる。で、まあ、ワインなんかは、ヴィンテージを楽しむじゃないですか。例えば、2020年とか、2010年のワインとか、その当時の価格じゃ買えないような価格で流通してたりするんですけど、まあ、日本酒ってそういう文化もないし、まあ、日本酒でじゃあどうやって価値を上げていくかってなったら、まあ、一つに熟成っていう可能性はあるんじゃないか。かっこよく言うと、エイジング。エイジング。なんで、今、僕ら、今出屋エイジングって名前でやってるんですけど、エイジングの可能性を求めて、まあ、ここを作りました。というところが、まあ、経緯になってくるのかな。で、やっぱその、美味しくするために熟成させるんじゃないんですよ。イコール熟成したものイコール美味しいって思ってほしくない。必ずしも美味しいとは限らない。だから熟成したら熟成した良さ、熟成した味わいっていうのがあるんですよ。それを人によっては美味しく捉えたり、面白く捉えたりするわけ。結果として美味しかったりするんですけど、熟成させたからイコール美味しくなるっていう考え方は違うんですよ。そうやってお酒を飲んじゃうと、例えば2013年の、10年前の日本酒を飲んだ時に、え？みたいな。美味しいと思って飲んじゃうと、自分の中の美味しいって日本酒の美味しさってあるじゃないですか。例えばフレッシュなのがいいとか、果実感がある方がいいとか、やっぱそのね、熟成した美味しさっていうのは美味しさとして存在するんで、やっぱその美味しさを、まあ、どう感じるかは人それぞれなんですけど、寝かしたからイコール美味しくなったとは考えないで、思ってほしいことは、熟成した良さを楽しんでほしい。これをなんか熟成酒の楽しみ方かな。で、日本ワインも、まあ同じような感じなんですけど、日本ワインは結構ね、資金繰りが厳しいんですよ。ワイナリーって結構自転車操業的な感じで、作っては売る、作っては売るで、要は置いとけないんですよ。お金にしなきゃいけない、その場で。新しいワインなんて結構立ち上がっていくの最近多いですけど、まあ、立ち上がっていく結果、お金が、みたいな。結局全部売っていかないといけない。で、本当はワインってこう飲み頃を見据えて、まあ、中には日本ワインでも寝かせて、自分が気に入った味になった時に売るっていう人たちもいるんですけど、まあ、やっぱりなかなかね、お金に変えていかないといけないっていうので、本来の美味しさを知らないまま、僕らは日本ワイン飲んでる可能性があるんですよ。実はもっと美味しくなれるかもしれない。で、海外ワインは資本力でかいところが結構引っ張ってますから、インポーターさんの中には、現地で買って1年間日本で寝かせてからリリースするインポーターとかもあるんですよ。だから、それぐらい飲み頃を狙って出すインポーターさんとかあるんですよ。で、美味しいやつを出すから、まあ、いろんなヴィンテージがあったりもするんですけど、日本ワインって結構やっぱり、日本酒と一緒で古いヴィンテージあんまないじゃないですか。ない。やっぱその、やっぱ作っては売る、作っては売るっていう形になってるんで、なかなかこうね、寝かしたものってないんですよ。ってことは、寝かして売るのは、すぐ可能性あります。あります。というので、日本ワインは寝かす。で、飲み頃になった時に、飲み頃のヴィンテージとして、世の中に出す。
お互いウィンウィンですよね。飲み手側もすごいなんかいいヴィンテージの美味しいワイン飲めるし、作り手さんも自分が作ったワインがこんな美味しくなったんだ、こんな価値で販売されていくんだって可能性がある。日本ワインは日本ワインの価値があるので、日本ワインも熟成しています。で、ここの部屋の、まあ、商談ルームってことなので、一応、今販売してるお酒。ここが日本酒の、冷蔵庫。販売してる日本酒の冷蔵庫。で、隣が、日本ワインの熟成。で、ここからファンになった。ファンになっちゃいました。はい、9月12日、イマディアギークライブスタートします。はい。はい、もう2023年4月1日にスタートしました。どれが一番美味しかったとかありますか？一番美味しかった、一番推しの、実はもう結構気に入ってるのが一泊水星のプレミアムなんです。実は、で一泊水星ってちょっとね、カプロン系という、どっちかというとちょっと華やかな、そんな酒質なんです。だから熟成に向かないだなと思ってたんですけど、一泊水星のプレミアムってお米のコンペティションをやるんですよ。農家さんの、地元の農家さんのどの人のお米が一番美味しかったでしょうみたいなコンペティションをやるんですよ。でその時に優勝した農家さんのお米だけでお酒を作るっていうのが一泊水星のプレミアムっていうシリーズがあるんですよ。だけど、まあ、早飲みしても全然美味しい、フレッシュで、味もあるし飲みやすいし人気なんですけど、それは実験的にやっぱそのお米のポテンシャルの良さから一回それを理由に寝かせたんですよ。だけどちょっと香りもあるし、香りの要素って結局オイルなんですよ。香り成分ってオイルだから、時間が経つとやっぱオイルって酸化するじゃないですか。酸化したオイルってあんまり良くない。で、やっぱ香り系のそういうオイルがあるものって寝かせたら絶対美味しくないんじゃないかっていう感じだったんですけど、それがね、そんなことなくて。いいこうね、熟成感が入って、お米の味わいもあって、それヒットでした。もう在庫ないんじゃないかな。みんな結構人気で気づいて、そう、美味しいぞ。そう、美味しいじゃんみたいな。慌てて僕らも次のヴィンテージを入れたんですけど、ちょっとだから次飲めるのは2026年とか2025年とか。楽しみでしょうがない。どうぞ。で改めてですけど、そう、僕ら熟成を3度で寝かせてるんですよ、日本酒は。で、蔵元さんによっては0度とか、氷温っていうマイナス5度とか、で日本酒も最近マイナス5度でっていう人いらっしゃるんですけど、日本酒って、まあ、科学的な話をすると、日本酒のこの液体に対して、何度の温度帯が何年入ってたかっていう積算温度って考え方をするんですよ。例えば、積算温度が100とか200ってなった時に、まあ、そのお酒の中の成分値が変化してきて、まあ、日本酒ってアミノ酸と糖があるんで、その糖が変化してくるんですよ。アミノ酸と糖が変化してくるんですけど、ある一定の温度まで温度が乗っかっていくと味が変化します。ってことはマイナス5度かける10年って温度乗らない、ずっと冷たいままだから、味変えたくないならマイナスで、そう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 、マイナスに入れちゃった方がその味のまま止まるんですけど、ただ水とアルコールのこう分子レベルでのこうくっつきっていうのがあるんですよ。基本は水とアルコールが反発してるの、お酒の中で見えないレベルで。だけど、まあ、それがくっついていくとアルコール感が感じにくくなるんで、マイナスで寝かせていけば寝かせていくほどアルコール感を感じにくくなるから、まあ、そういう面白さがあります。だけど、なんかこう、成分的に変化するかっていうと、その味わいをこう、僕らが感じるレベルで変化するかっていうと、なかなか難しいのが、マイナス5度。で、僕らは、なんか変化させたいですよ、やっぱり。年数だって変化した変化した良さをやっぱ感じてほしいんで、僕らは3度で寝かせてやります。で、改めてこっち側のこの2017の部屋が、は、ここワイン。こういう感じで寝かしてるですよ。すごい、本当に寝てる。で、こっち側が昴生さんの片岡さんのメルドっていう、これもバレルで買ってるんですよ。樽をいくつかこう出してますよね、こうワイナリーで。で、その中から全部テイスティングして、あ、このバレルください。で、一応こっちは日本酒の部屋で。日本酒の部屋は、そうです。この1898とか。これもオリジナルの1898。そう、1898の2022年かな、これは。だから飲めるのは3年後なんで、2025年ぐらいにリリース予定。あ、で、僕らのね、高いお酒だけを寝かすつもりはなくて、要は熟成酒以降ちょっと高いイメージあるんです。あります。例えば、5000円とか1万円とか。
じゃなくて、1898なんかね、2000円ぐらい。しないぐらいでしょ。だからその要は、1800円とか1500円のお酒も寝かすんですよ。で、その目的は、やっぱりその、熟成酒ってこう高いから高いお酒しか買えない飲食店さんに使われても、市場的に広まんないじゃないですか。一部の人しかやらないから。じゃなくて、まあ、居酒屋さんとか、そういうちょっとこう、みんなが手に届く、こう飲みやすいところにも、熟成酒広めていきたいんで、だからそう、一本、例えば1500円のやつでも、まあ、13年寝かせたら3000円しないぐらい、2500円ぐらい、多分売るんで、やっぱりその2500円のものと、じゃ熟成してないやつと飲み比べで飲むときに、やっぱハードルが高いと、広まんないんで、ハードルを上げないように、僕らはそういう、まあ、ミシュランから大衆までお客さんもいるし、一般のお客さんも別にね、富裕層の方ばっかりじゃないから、デイリー酒飲みたいんですっていう人もいらっしゃるんで、じゃあデイリー酒を飲むのに、ちょっと手の届く、ちょっとじゃあ今日は贅沢してもいいかな、2500円だったら買ってみるかみたいな、お酒もちゃんと熟成して面白いでしょって知ってほしい。で、まあ、そういう形でいろんなジャンルのものを寝かせてます。はい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。では。じゃあねー。